3月11日千葉県成田市で J プロツアー初戦シボッサクリテリウムが開催。国内のロードレース人気に伴い年々選手のレベルが向上している実業団レース。2012年は新チームも加入し、会場は華やいだ雰囲気に包まれていた。そんな中、ひときわ観客の注目を集めていたのは元 F1 ドライバー片山右京が作ったチーム右京。こんなにもね、その自分が走るんじゃない若い選手を応援したりチームを作るっていうプレッシャーがあるんだっていうのはね、今知ってます。分かりました。彼のいいところはジャパンカップとかでもそうだし、顔見たらやる日は分かるんで、もうそのオーラがね伝わってきますから、まあ、頑張ってくれると思いますけどね。若手選手育成をコンセプトに結成された鈴木真理率いるキャノンデールスペースゼロポイント。まずはとにかく他のチームにアピールして強いところを、成績というよりはもうまず強いところを見して、まあ海外に送り込めたらなとは思いますけれども。ディフェンディングチャンピオン島野レーシングチーム。キャプテン今強いので、まあ、彼がチームを、牽引して、まあね、本当に若手もどんどん育っていく方向に気持ちが向いてますので、もう本当楽しみですね。今年1年また楽しみにしてます、はい。さらに昨年増田成幸の活躍で大いにシーズンを盛り上げた地元密着チーム宇都宮ブリッツェン。まだ国内でその頂点に立っているわけではないので、まず国内を制するという意味では、これまでのアップデートということですね。去年の開幕前に地震があって、まあ、僕たちも結構大変な思いをしたので、まあ、そういった意味では何かこういつもと違っていろいろな意味でなんか引き締まる気持ちだったり感謝する気持ちを現状は持ってますね、はい。豪華な顔ぶれが揃った実業団初戦、実力者たちは一体どんな走りを見せるのか。レースは1周 1.5 キロのコースを50分プラス2周で争われるクリテリウムコース。緩やかなカーブがいくつか設けられたサーキットのようなコースレイアウト。スタート後すぐに島野がアタックを開始。ブリッツェン、チーム右京も主導権を握ろうと積極的にアタックを繰り返す。しかし逃げはなかなか容認されず、選手が飛び出しては集団に吸収されていく。ハイペースにレースは進んでいった。均衡が破られたのはレース中盤、35分余り過ぎたところ。9名の逃げ集団が形成され、メイン集団に15秒前後の差をつけながら周回を繰り返す。この逃げに日本屈指のスプリンター鈴木真理が乗った。少人数でのスプリント勝負が有利とみて逃げ切りを狙う。一方メイングループ内ではスプリント力のある選手が逃げに乗ったとあって足を緩めることはできない。チーム強辻義満、島野勢が出番を待つかのように集団内で息を潜め周回を重ねる。結局逃げは吸収され、集団一つのままレースは最終局面へ。残り3周、飛び出したのは島野、平塚義満。ヨーロッパ遠征帰りが逃げ切りでゴールを狙う。ブリッツェン増田も食らいつく。実力者のアタックに場内のボルテージも最高潮に。
ファイナルラップ。最後は集団が2人を捉え、スプリント勝負。優勝は鈴木譲。3人という少人数で挑んだ島野。チームの歯車がうまくかみ合い、ルビーレッドジャージを獲得した。率直に良かったです。ほっとしました、はい、なかなか国内参戦難しくなると思うんですけど、もう全日本選手権までちょっと集中してやっていこうと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。期待されたチーム強。辻は最終コーナーまで先頭で走るが、シマノの入部、鈴木譲のチームプレーに進路を失い失速、3位という結果に終わった。まあ、一番焦ってたのが僕やったのかもしれないですけど、やっぱゴール勝負ってほんのちょっとのこと決まるんで、みんなの頑張りを見てるとやっぱり僕はそこでコーナー突っ込めなかったっていうのは、まあ、やっぱすごい悔やまれます。やればやるほど悔しいことは事実なんですけど、でもまあその全然ダメだったじゃなくて良かったっていうのが正直なところで、でも絶対うちのチームはやりますよ、みんなで。Jプロツアーシリーズ次戦は4月7日8日に南紀白浜空港で行われるチームタイムトライアルとクリテリウム。10月下旬の輪島ロードレースまで全16戦、熱戦が期待される。